喜ぶがいい。貴様のような下級戦士が超エリートに遊んでもらえるんだからな。バカな。どうしたカカロット。そんな程度じゃないだろう。ナッパのやつを倒した時はこんなもんじゃなかったはずだ。見せてみろ。分かったよ、見せてやるさ。なんてやつだ。のれもう許さんぞ、カカロット。でもよ、
こんなヤバい時だっちゅうのにワクワクしてきやがった。笑ってやる。諦めて開き直ったか。
ティンカー。でけくせになんて早いんだ。はっよっはっよっはっよっ。疲れてるだろうが、カメハウスまで一気に行くぞ。はい。止まれ、ご飯。何ですか、あれ。わからないが、凄まじい気だ。僕、戻ります。お父さんのところへ。わかるんです。お父さんが危ないって。わかった。総力戦の戦士たち、最強ベジータを倒せ。あの妙な光の玉は一体なんだ。出ないや。腹減ってきたな。なんだ、ものすげえ気が上がってる。お父さんの気がまた上がったんじゃないですね。あれ、
嫌な感じは奴の気だ。お父さんが危ない。あ、行くぞ。なんとか勝てたって感じか。このままじゃお父さんが死んじゃう。急ぐぞご飯。悟空の木がどんどん小さくなっている。お父さん。急げ、もうすぐだ。クリーンさん。降りろご飯。下に降りて隠れるんだ。おい、ヤジロベ。あん化け物、誰だと思う。サイヤ人だきゃサイヤ人。知ってる。だが奴の尻尾を切れば元に戻る。ご飯とヤジロベは前に回って奴の気を引いてくれ。隙を見て俺が後ろから尻尾を切ってやる。は、はい。冗談じゃないわ。奴の気を引けって。奴は元に戻ったって信じられにゃ強さなんだぎゃ。ん、何か嫌がるな。どこだ。こっちだ。お父さんを離せ。こいつは驚いた。カカロットのガキじゃないか。よし、金山このことを知っていたらしいが、残念だったな。
出た。これが元気玉だ。やったな。クリリ、そいつをやつにぶつけてくれ。わかった。やってみる。任せてくれ。くそ。あんなに動かれちゃ、俺の腕じゃ当てられない。元気玉は目で見て当てるのではない。悪の気を感じ取って放つのだ。誰だ？孫悟空に元気玉を伝授した海王だ。その元気玉は地球中の願いを集めた玉だということを知れ。悪の気を感じ取って放つ。感じろ。奴の悪の気を感じるんだ。いい加減にしてくたばっちまえ。逃がしてたまるか。覚悟しろ。
やってくれ。正気かよ、悟空。今見逃したりしたら体力を回復させて必ずまたやってくるぞ。わかってる。こいつは俺たちの仲間を殺し、世界中のみんなを殺そうとしたやつだぜ。ピッコロみたいに心を入れ替えるかもしれないなんて考えてるなら大間違いだぞ。間違ってるな、わかるが、頼む。オラのたった一度だけのわがままだ。もう一度やつと戦うチャンスをくれ。わかったよ。お前にはわがままを言う資格があるさ。今の地球があるのも悟空のおかげだ。だけどいいな、悟空。今度の時はぶっちぎりのパワーでやっつけちまえよ。はあ、よく覚えておけよ、ゴミども。今度は貴様らに奇跡はないぞ。せいぜい楽しんで おくんだな。おーい。大丈夫、ソン君。ブルマさん、ヤムチャさんも、俺たち以外は、みんな、やられて。ピッコロも死んじまった。だから神様も、ドラゴンボールはもう、なくなっちまったんだ。じゃあ、ヤムチャは、もう二度と。ブルマさん、泣かないで。もしかすると、サイヤ人に殺されたみんなを生き返らせることができるかもしれない。え？サイヤ人たちはピッコロの顔を見て、ナメック星人だって言ったんだ。そのナメック星人の故郷、ナメック星に行けば、もっと強力なドラゴンボールがあるはずだって。だから、もしも、その、ナメック星ってとこに行くことができたら、ドラゴンボールが手に入るかもしれない。オス、オラ悟空、ベジータとの戦いで、ピッコロたちが死んじまった。ドラゴンボールも消えちまって、もう誰も生きけれねえ。神様の故郷、ナメック星にもドラゴンボールがあるって話だが、そんなところどうやって行きゃいいんだ。次回、ドラゴンボール Z、 悪の帝王フリーザ、目覚めろ伝説のスーパーサイヤ人。ずっと遊んでくれよな。参っただな。
わかっただ。それじゃあ行こうかな。頑張るだぞ。Thank you.